皆さんこんにちは、にせんちです。本日はね、ゲームクリエイターになるというゲームを遊んでいきたいと思います。私はゲームクリエイターではなくて、ゲーム実況者として日々ね、 YouTube に動画をアップロードしてる女なんですけど今回はね、ゲームを作る側としてスキルアップを目指していこうと思います何のスキルアップわかんないけど、じゃあ早速スタート。よし、準備完了。てか、こんなところでゲーム制作してんの、すごいな振り返ったら玄関じゃん。今日からゲームクリエイターを目指す生活がスタートだ。早速制作を始めよう。 OK、 制作。ゲームのテーマを2つ選ぼう。組み合わせが重要そうだぞ。冒険、モンスター、高校格闘。あー、なるほどね。まあ、ここは無難に冒険モンスターなんじゃないの。モンハンみたいなさ、モンスター格闘でもありだよね。まあ一番はないのは高校モンスターかなまあでも高校生の普通の生活を送ってたけど、突然なんかモンスター怪物が現れて、なんかその戦士として選ばれたみたいな、まあそういうのはありそうだけど、ゲームとしてはいきなりちょっと難しいテーマすぎるかなって思うから、ここはまあちょっと最初なんで無難にモンスター冒険でいこっかな。まあこれはいいんじゃない。まあでもありきたりすぎてっていうのもあるかもね。あえてちょっと違うなんかこう工夫を入れることで、あのゲーム実況者さんとか他のね、会社の人とか制作会社さんに目をつけてもらえる可能性もあるね。ああ、なるほど、タップをすると早く終わるんだ。タイトル待って、タイトル自分で打ちたいな。待って、怖い怖い。えい、わ、かっこいい。デュエルモンスターズ行くえい、デュエルクラフト。いや、これやばいんじゃない。いや、微妙そう。最高なの。あ、売上単価100円、安、リリースしましょう。え、売上すごい、見て見て、150枚突破したんだけど。やった、ゲームがリリースされた。最後に稼いだお金でインテリアを買おう。インテリア買う余裕あんの。もっと他に買わなきゃいけないのあるでしょ。じゃあ部屋、鏡。え、売上枚数30だって。てかお金2万ってやばくない。そう、センスあるよそれは。さすがに最初に作ったゲームがさ、もう200枚ダウンロード数突破ってさ、これすごいことだと思うよ。多分だけど。やった、インテリアが増えた。この調子で一流ゲームクリエイターを目指すぞ。目指せ、売上100万枚。いや、頑張ろうね。まあそのゲームクリエイターとは全く関係ないけど、私もさ、初投稿、この動画初投稿した時、1日経っても再生回数0回で、もう悲しくて自分で3回かい、再生したもん自分で3回再生したもんね。あとはツイッターでゲーム実況者の友達作って、その友達がね、見てくれたりしたから、もう全然見てくれなくてさ、初めの方ってやっぱり三日坊主なのかなとかちょっと思っちゃうもんな。でもここまでコツコツ続けてこれて、私の場合は登録者ね、1万人を突破しました。まだまだこれから頑張るんだけどね。あ、キッチン34万、売り上げやばいね。ギターもうちょっとだな。じゃあ新しいの作っちゃうか。ミーコ、ミーコ、待ってちょっと待っていや、そう、ちょっと待って、突然アップになんないで、突然やめて。ちょっと待って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 、ちょっと待ってバグんな、突然やめろ。じゃあ制作する。じゃあちょっとひねくれで、高校高校冒険もなんか違うから、高校モンスターで行ってみていい。これからテーマとかさ、さらに増えていくんだろうね。じゃあ制作開始。 YouTube 見るか、そう、私の実況見てくれ。あ、タップしまくって、今すぐ完成無料ってあるよ。ちょ、押してみていい？おー、早っ！いくよ！ここ大事だと思う。だって、デュエルクラフトってダセーぞ、ぶっちゃけ。えい！ロマンシングやばい！ロワイヤル、いや、どうだこれ！これどう？いや、微妙ですか？あー、普通か！リリース、ちょっと寝るか。あー、でもまあ、売れてるけど、さっきよりはって感じか。じゃあちょっとギター買ってみる。2万いったから。買っちゃおうぜ。いいねー。ん？なんかダイヤが置いてある。ダイヤってさ、ショップか？あー、なるほど。え、これいいね。画面を触れている間ずっと自動でタップ。オートフィンガー、いいね。え、めちゃくちゃいいじゃん。ま
まあこれログボとかでなんとかなるんじゃない？作品データ見る。200枚で終わったのか、デュエルクラフト。だってクラフトってマイクラみたいな感じで何かを作るみたいな感じだから、まあ武器とかも自分で作ったり、スキルレベルアップとか強化とか、そういう反面でのクラフトなのかな。高校モンスターロマンシングロワイヤルだけは絶対ないよな。じゃあちょっともう一回制作してみて。あ、増えたよ増えたよ。増えたわけではないけど変わった。スノボモンスター、裁判、ジャンプ。あー、むず。スノボジャンプってさ、マジスマホゲームのなんか無料で遊べる、なんか広告が異常に入るゲームみたいなイメージあるけど、モンスター裁判、ジャンプ裁判、スノボ裁判。やばい、引き直しはしないとこ、ここで選ぶ。じゃあスノボジャンプ行く。スノボジャンプ、あ、スノボモンスター、モンスターたちが選択キャラクターでモンスターたちがスノボをするっていうゲーム、楽しそうではあるな。まあじゃあ、まあ普通に売り上げ最初伸ばしたいので、そう、テーマはスノボとジャンプか、頑張ろうね。なんか飛んできたぞ。オープニングはこうして PR か、無視しよっか。じゃあちょっとね、絵柄はこれがいいだろう。いやでもこれセンスあるよこいつ多分だけど。難易度はこれぐらいにして、でノーマル、ハード、イージーってね、3種類あって、ここでエフェクトを追加だ。だって1分でゲーム作ってるからね、1本。スノボといえばあの出来事が、どの出来事だよ、お前の過去割と興味ねえよ。悩む。PR すっげえ邪魔してくる。このプラグアムを入れてみよう。出来上がりました皆さん。いくよ、やばい、ふざけてるのやめようね。いくよ、とっとことかあったぞ、こわ、とっとこやめよう。えい、初めてのダンジョンとかあったな。あー、まあふざけたのじゃなければオッケー。初めての行動、初めてのお使いみたいな、初めてのスノボなのかな、うん、初めてのスノボジャンプだったのかな。いいの。え、150円にしてみていい？今回無料みたいだから。やったー、これかなりやばい、すごい、300枚売れてる。すごいのかな、みんな。ちょ、わかんないんだけど。え、400枚いったよ。販売終了まで8秒。すごいじゃん、結構売れてんじゃん。え、待って、ジャケット、布団。ちょっとジャケット買っていい？順番で布団買えばいいんだけど、ジャケット売り上げ枚数300枚だから、4万とか多分すぐいけるようになるから、ジャケット先に買います。いいねー、力が欲しいって言ってたの今。すごい、いや、めちゃくちゃ楽しいな。 YouTube 見るか、そう、私の実況見てくれ。じゃあもう一回制作いいですか。走る戦国、牧場アニメ、あ、走るアニメ、戦国牧場、走る牧場、いや牧場使いたい気もするけど、牧場に合うテーマがないな。アニメ、いや難しいね、ちょっと変えてみる。えい、また裁判来たな。作る、あ、裁判狩り。カフェ狩りいいな。カフェを作る、これ来たでしょ、これマジで来たよ、広告入って、これ来たね。あ、すごい、2分もかかるよ。2分もかかる。じゃあちょっと待ってね、みんな。さあ、あと5秒ですね。カフェの雰囲気を出すには、いい感じのゲーム。お、情景が浮かんできた。いいゲームができそうなんじゃない？いいね。まあ、なんかさ、カフェ作りだから、可愛い名前にしたい。お願い！クロノ？大丈夫か、これ。無双とかやめてね。カフェだから、カフェ作る、あ、ほんわかゲームだから。えい！クロノギャラクシー。ギャップすご。かっこいいタイトルだなと思って買ったら、カフェの経営ゲームっていう、そのギャップにやられて売れる気がしないな。大丈夫かこれ。最高、ありがとうございます。あー、まあ100円でいいか。このままでいいのかな。あー、すごい、あー、もうちょっと1000いきそうなのに。わ、でもさ、売り上げ10万ってやばくない？あー、1000いったよ、1000いった、すごすぎ。あー、15万はいかなかったから、布団買うか。ね、布団買おう。いいねー。てか、今まで、何、床に直接寝てたの？すごいね。こんな何もないところからさ、突然ゲームを作ろうって思ったんでしょ？お前、ニートってこと？え？さすがにそれはすごいよ。それでこんなに売り上げ伸ばしてんだからさ、才能あるんだよな。
あるってことだよな。これキッチンって置く場所ある？ここに置くのかな、この角のところ。狭。これなんかあれかな、引っ越しとかできないのかな。ちょっともう一回制作やってみる。恋愛車格闘高校。これは恋愛高校でしょ、恋愛高校でしょ。すいません、最高のやつ作っちゃいます。よし、もうちょっとだよ。オープニングはこうして、まあ高校かける恋愛だから、もう本当にダンジョンとかサバイバルとかっていうタイトルはやめよう、絶対やめよう。燃えろとかやめてくれよ。もっと可愛いの、可愛いの集まれ。いいね、いいのか、集まれ。なんだ、なんかそれっぽいのな。集まれ武装とかだったらやばいぞ。タイトル私がつけたい。集まれ大戦争、まさか恋愛ゲームだと思わないでしょ。どういうゲームなんだってなるよ。あれかな、なんか一人の男の子をなんか特会引っかいみたい、特会ってか、いろたくさんの女の子たちが一人の男の子を狙って大戦争になるみたいな、そういうこと。これでも売り上げいくんじゃない、結構。あーでもどうだ、最高は無理か。あ、いた、待って待って、作品出た。あー、やっぱり高校かけるモンスターが普通だったね。今のところ最高なゲームしか作ってないぞ。え、マジもう天才なんだけど私。ちょっと待って、部屋、待って、冷蔵庫いける、冷蔵庫いける。ちょっと冷蔵庫いい、買います。あ、そこに冷蔵庫。待って、キッチンどこに置くんだよ。キッチン置く場所ないって本当に。え、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、作品出た。1400、集まれ大戦争。集まれ大戦争ってなんだよ。あー、ミステリーペット美少女音楽。あー、美少女ペットいいね。でもミステリー美少女も良くない？そのめっちゃ可愛い女の子が探偵になって謎解きをしていくっていうゲーム、いいね。主人公が女の子か、まあ、容疑者がすげえ美少女でもいいし、探偵が主人公で探偵助手がすげえ美少女でもいいし、これはありだと思うな。ただ美少女とペット、美少女と音楽もかなり相性がいいような気がしますね。どうしよっかな、ミステリー美少女かな。やっぱり探偵助手に美少女いるとめっちゃモチベが上がるから。私の勝手なあれですが、ミステリー美少女で行かせてください。行け。うわ、すごい、10分かかるよみんな。テーマはミステリーと美少女か。オープニングはこうして、オープニングもちょっと壮大なのがいいね。ミステリーだからね、絵柄はこれがいいだろう。もうすっげえ美少女にしてね、めちゃくちゃ可愛い女の子描いてくれ。難易度はこれぐらいにして、そう、謎解きとかあるからねミステリーは。うん、ほどほどじゃないとね、レイトンぐらい難しすぎない程度の方がいいかなって思う。うん、ミステリーといえばあの出来事が。何の出来事だよ、ミステリーに関する出来事あんの、経験豊富すぎない。このプログラムも入れてみよう。じゃあちょっと9分待つか。待つよ私は。よし、待ったよ。さ、最高の出来になると思います。タイトル大事だよ。マジタイトル大事だよ。大乱闘とかやめてな、お願い。もうちょっと探偵っぽいの、みんなのもうクラフトとかやめて、探偵にクラフト必要ないからね。時のオカリナ、突然のゼルダ、めちゃくちゃパクってない？大丈夫かな、みんなの時のオカリナ。あ、でも探偵っぽいか、なんか時っていうのがちょっとレイトの時間旅行味を感じて、ちょっとミステリーっぽさあるか。みんなのはちょっとあれだけど、これいいんじゃない。そう、嘘だ。え、これ結構1000は行くでしょ。あ、1000行くわ。でも最高は無理かな、普通だもんね。うっそ、これマジで来たと思ったのに私。結構良くない。あ、15万いかないかな。傘立て、傘立て。あ、行ってる。行くよ、傘立て買います。えい、やったい。玄関どんどん狭くなっていく。てか布団もさ、これ折りたたみだけど、ギター一回寄せて敷くのかな。なんかテーブルをど真ん中に置いてるのが間違いだよな。なんなんだこいつの部屋、だんだん気持ち悪く見えてきた。あれ、電子レンジ増えてる。え、さっきあったっけ。キッチンしかなかった気がするけどな。てか
部屋狭いですけど、もうキッチン置く場所ないよ。この猫ちゃんをちょっとね、この枕の上に移動させて、そこにキッチン置くしかないかもしれないな。じゃあちょっともうちょっと作ってみる。いや楽しいなこのゲーム。冒険、対戦、隠れる、走る。冒険、隠れる、対戦っていうのはかくれんぼオンラインっていうゲームがあるんだけど、それもちょっと感じるな。走る、まあ冒険入れたいよね。やっぱり RPG ってさ人気だから、 RPG 要素は入れたいね。冒険 で対戦でいいと思うんだけどな。隠れるとか走るとかちょっと弱くない？対戦でいきましょう。やっぱそのなんだ、オンライン対戦とか好きな人多いと思うんだよね。なんかそういう人向けでいいと思います。やば、20分。20分、ちょっとこれ動画見よっかなね。よし、10個ゲットしたから、あ、これ何回でも見れんのか。ダイヤ、え、じゃあさ、これでさ、売上単価がずっと 1.5 倍とかさ、完成までの時間がずっと2分の1とか、よくない？オートフィンガー、オートフィンガーは弱いけど、売上枚数が 1.5 倍もでかいよな。だってさ、動画をさ、まあ、30秒って長いけど、15回見たら150枚集まるってことでしょ。それ結構でかいと思うけどな。じゃあちょっと今すぐ完成させたいから、完成させていいですか？はい。行きましょう。行くよ。ま、何だったっけ。冒険かける、対戦だったよね。よし。オンラインとかあればいいな。えい。モンスターいいね。いいね、いいね、いいね。モンスター無双。モンスター、なんだ、ダンジョン。まあ、いいけど、なんでもいい。えい。あ、いいんじゃない？モンスターファンタジア。めっちゃそれっぽい。待って、これ来たわ。これ、超最高来るでしょ。ちょっとすまん、これ納得いかんわ。冒険対戦いいでしょ。あ、でも最高売上達成だ。やっぱこの人が作ったからっていう、そのこの人が作ったゲームだからっていうのもあるんじゃない？やっぱその人を好きになればやってみたいって思うじゃん。うん、まあそれもあると、人生ってなんだろうとか言ってるこの男にもファンがついてるってことだよ多分。あ、コーヒー飲む。おい、どこでコーヒー飲むんだよ、キッチンねえだろ。まあお金がちょっと足りないので私は作れない。制作してみるか。ペット系、カフェ系、カフェ系さっきやった気がする。あれ、さっきってカフェ系だったっけ。カフェ作るだったよね確か。打つ、カフェを、ペット打つ、とんでもないな。系、ペット系、カフェ系、うわ、カフェ系、ペット系にするか。さっきカフェやったからこれでいきましょう。30分だね。30分待ちます。待つ。その間に私この動画 見まくってくるわ。このダイヤがなくならないことを祈りつつ動画を見まくって石貯めておきます。ちょっとお待ちください。みんなごめん、見ようと思ったらさ多分30分に1回なんだろうね。まあそりゃそっか、何回も見れたら課金する意味ないもんね。じゃあちょっと完成させていいですか。30分待てないのってごめんなさい、待てない。今回はカフェ経営だから、あ、違う、ペット経営だから、もう可愛い、集まれでもいいね。それこそときめきでもいいね。メタルギア、やばい、やっちゃった、やっちゃったよこいつさ。なんかそのゲームの内容のセンスはいいんだけど、タイトルがどうしてもねセンスないんですよね。メタルギアデラックス、全然ペット系じゃない。どちらかというとモンスター系、モンスターをペットとして扱うみたいな、そういう感じだけど、え、普通なの？ちょっとごめん、納得いかない。最高って何？ダメか、最高いかない。あー、いかないか。あー、34万。あ、なんだ、なんか買える。キッチン、ちょっとキッチン売上枚数1000だから、行く、行こう、行きましょう。あー、そこに置くんだ、いいね。え、すごくない？ちょっと待って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 、電子レンジ置いたらあと何置くの？え、電子レンジ置いたらもしかしてさ、あれか、引っ越しできるんじゃない？ちょっと電子レンジ買うまでやるね。ちょっと待って、作品データ見せてくれ。あー、モンスターファンタジアよりちょっと及ばず。またペット系ってめちゃくちゃ相性はいいはずなのに、タイトルがクソすぎたな。メタルギアデラックスってありえないもん。
あーでも最初の200枚とかに比べたら線が普通になってきたね。やっぱこいつちょっとタイトルつけるセンスはなくともゲームのセンスはあるんじゃないかなと思いますね多分。ということで制作やるか。高校美少女スポーツ飛行機。いやー高校スポーツだね。最高選ぶなら。だって高校美少女だったらまた恋愛っぽくなんのか。高校飛行機はわかんないし、高校スポーツで行くか。ここ一発最高取っときたいからね。よし、じゃあ今すぐ完成3なので、ちょっとごめんなさい、使っちゃいます。高校とスポーツでしょ。だからなんかカタカナ横文字じゃなければいいのか。いくよ、3、2、1。頼む、モンスターやめろって。なんでこいつ本当にセンスないんだよ。全然モンスター要素ないんだって。えい、モンスター5。ダメだ、全然スポーツ要素ない。5は唯一ちょっとスポーツ要素あるかもしれん。頼むマジで。よしよし、嬉しすぎる。え、すごいすごいすごい、4000。え、5000いくんじゃないこれ。待って、お金やばい、お金50って。え、ちょっと待って、本当にすごすぎない？5600、5700、ギリいかないか。6000いってくれ。いったー。ちょっと待って、モンスター号なんで、モンスター号何があったんだよ。いやあるよね、私もなんか動画投稿しててさ、なんか全部の実況私好きなんだよ、上げてる実況さ。ゲームも全部好きなのしかやってないからわかるんだけど、たまにさすっげー伸びる動画とかあって、なんか YouTube のおすすめに載って、え、なんでこれこんな伸びてんのみたいな、なんかその気分今。だって高校スポーツにモンスターの要素ねえんだよ。絶対タイトル詐欺に合ってるよこれ、買った人。うわ、モンスター RPG 好きなんだよな、やってみるかって言ったら、まさかの高校で爽やか陸上部の何部に入る？ってサッカーとかやってて、ってなるもんね。買ってすぐメルカリに出すみたいなさ、ヤフオクに出すみたいな、なんか思ってたのと違ったので出品しますみたいな、絶対そんな感じだろう。じゃあ最後の電子レンジ買いますね。いけー、やったぜー、買ったよ最後。これどうなるんだ。したいけどお金がない。アイディア降ってこないかな、バカそうで好き。じゃあちょっと今日ここまでで終わりにする。楽しいからまたやるかもしれないし、どうだろう、みんなが見てくれたら、やりたいと思います。続き、いやでもちょっと気になるな、てっぺん取りたいわこいつと一緒に。ダイヤは定期的に見とくか、じゃあ動画見てね、増やしとくか。じゃあ今日はここまでで終わりにしたいと思います。いいねお腹すいた、食え食え、お金めちゃくちゃあんだから。じゃあ今日はここまでで終わりにしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、あとコメントとかね、いただけるとめちゃくちゃ励みになるのでよろしくお願いします。さあ、グッバイ、じゃあねー。